危ないね。危ないね。マジでやめて、圧しかかけれない。圧しかかけれない。はい、どうも皆さん、こんにちは。ケンゴでーす。ということで、今回もボロサジ教をやっていきたいと思います。なんですけど、今回は、バトルはソロで、攻撃なしで勝てるまで終わりません。ということなんで、今回結構鬼畜企画となっております。終われまてん企画をやりたいなと思ってたんですけど、なんと今回まさかのソロで攻撃なしで1位ですね。1位取れるまで終われませんっていう企画ですね。なんですけど、どのキャラがいいのかなと思ってたんですけど、こいついけんなって思ったキャラがいったって、本当にガジェットとスタバとか一応ありはありなんですけど、攻撃相手にダメージ与えるガジェットとかはなしになっており、プリモどうすか皆さん。プリモ、そして最終アンチ投げまくって勝てばいいんじゃないですかって思ったんですけど、どうすか。しかもちょうど今完璧の決戦来てて多分強いと思うんで、最初はチーミングして残り後半でもぶん投げてアンチで殺すっていう、これでいきたいと思います。でトロが800体なんで、そう SS 勝てるかなってちょっと若干疑問で思ってるんですけど、まあやっていきたいと思います。そうですね、プリも近距離が多いですね。だから多分いや、これどうなんだ、もうほんとダメージは大前提で終わりなんで、これに関してこれ9もらってあげて、もうミスってもうわざと死にます。ダメージは大転身で、でウルトは逃げっすね。ウルトは逃げにしか使えないんで、まあでも足換えできてるんで、まあ、最悪逃げに使えるから。あ、これ終わりっすね。もうどんどんいきたいと思います。いやでもプリモ使っててあんなウルトを使ってするのはちょっと初めてかもしれないです。なんでウルト試させたんやんって思うじゃないですか。大ガードするんですかって思いますよね。フランケン、フランケンとシンクしっかり組んでって終盤まで生き残ってっていうフランケンぶん投げれば一番いい気がする。いやシェリーは無理っしょ。あ、ジーンね、ジーンいいね。でもこのスキン嫌いなんだよね、反巨人みたいな。お前がウルト貯めて俺にダメージ与える部分って俺がウルト貯めるんだよ。いやーこれなー、どうしようかな、どうしようもねえな正直。ほんでかすりでもした瞬間にもわざとワンチ出てきます。いいね、ウルト貯めていいよ。いいねー、ブルが終わりだ。よし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 、ジンがこれで数を減らしてくれればいいんだけど、さすがにきついか。いやでも誰が一番やばいんだろう。いやこいつやべえな。何が怖え。いいねそれ、ちょっとまずい。なにこれ、ブル、ブルやめて、いいね、ボイまで来てよ。ランチも迫ってきてるよ。これあるんじゃない、え、ない、さすがに。怖い。
これ終わる？結構自分で言ってたけど、これやばい企画っていうか、もう終わんない気してきました。よーし、集中してこう。いい、これやばくない？大丈夫？よーし、やってこう。下に勝っていきたい。これ怖いな。何もしない？何もしないよね。何もしないよな。やめてよ。死ぬのだけやめてよ。ダイの方、なんでなんであんな攻撃してくるの？珍しい。絶対かくまってもらった方がいい。これはわざと逆にダメージを受ける武器があったけど、受けすぎだ、ちょっと。で、クランクが止まって、黙って、一切いつものくせでた、いつものくせでた。だって今のは一回起動ですけど、いやもうこんな、なんかもうイライラするぐらいにも攻撃してくるダイナマイト、もうやれるチャンス来たんで、もうこいつバカやんって思って攻撃しちゃったよ。もうなんでフランケン、相棒のフランケン倒されたらそれやるしかないよ。叩き打ちだよ。いや本当に地獄だなこれ。もうマジで無理。痛い痛い。ショッカー、俺の近く知ってる？なんでそんないじめてくんの？しょっぱながら。君は俺が攻撃できないような動きしぐりやん。普段だったら絶対プリモを進めやったらお前ボコボコにされんぞ、マジで。コーディー、いや、でも正直でも、何で今は攻撃されても勝てないから、こっち攻撃できないから。正直。やばい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 。今ファング行くと思ったのに。これ怖すぎ。そう。喧嘩してる。喧嘩してる。デブラワイズ、その二人、キモ二人がそれって何をやってんの？何がしたいんで？何？そう、何？誰がやりたいの？何がしたいの？マジで、本当に怖い。もう怖すぎる、あのシェリー。何？そう、いじめる。地面でやめて、オッケーオッケーオッケー、ナイスナイス、ナイス、こうでやめてよ。プリモ、俺たちプリモじゃん、仲間やん。ナナポリ、さっきの注意してる。あーな、まあでもそうなる、普通は。普通はそれが適正だからやるのが当たり前だし。待って、ガジェットあと1回しかないからさ、もうこれやばくない？さすがに。はい、普通にコーディレス、コーディレスファングをやるのが当たり前だ。正直の動画で止まるしかないからやったんですけど、今は必要だった。あー、これ動画だ。これ、俺ウルトライから絶対分かれる気がするんだけど。すまずいけど、ここ行こうになったら、ちょっといい感じになってね。ちょっとなんかいい感じになってるけど、どうしよっかな、どうしよっかな。
るぞ、これでも。あコーデリアス、なに他に誰かいいキャラいる？いたらいいんだけど、いなくない？さすがに。しかもこのステージなら、タンクなんか、タンク多すぎて。タンク多いかな、どうしよっかな。いないよな、っていうか。あビビとかどうと思った、正直。でも、トトロちょっと高いかな。これシールドにして、もう、で、ガゼットがガゼットの回復量が900ぐらい、1000近くなって、結構強化されたんで、最近のに。なんで、もう耐えるひたすら。だから、まあ、作戦としては結構、アンチを、もう本当に、もう1マス2マスあるかぐらいまで耐えて、最後アンチも走って逃げてって、勝つっていう。まあ、奥層問題、試合になるんですけど、まあ、しゃあないですよ。でもこれキューブ取った方がいいんじゃないかな、もしかしたら。キューブ取ったら、割合でダメージいかないから、HP 高い方がダメージいかないから。でも、エドが取ってきたら、正直だ。あ、なんで今違う。スワイプさせようとしただけ。もうちょっとマジでやめてよ。まあ、やったら俺なんだけど、企画やってんのも俺だ。悪いのは俺だけど、ねえ、キューブ飛んない作戦。キューブあげよう、全部キューブ全部あげる、キューブ全部あげる、キューブ全部あげる、よし、キューブ全部あげる、キューブ全部あげるよ。マジで、マジであげる、キューブ。だから、本当に友達でいいよ。キューブあげるから。キューブあげるから友達でいいよ。Hey, show some respect. 本当に凍らして殺すとかやめてね。え、でも優しいね。優しい。これ溶けるまで待ってくれて、全然いいよ。全然いいよ。おー、オッケーオッケーオッケー。意外とウルトラマンの早いよ。そう、ルー最近もう全くバトルはいなかったよ。ハイパーチャージとかルーがマジで増えた。ハイパーチャージが強すぎてもうタンク殺しなんで、ね、完全に。しかも後半アンチ内で出されたらもう全員固まって何もできない。いいよ、ハイパーチャージ貯めていい。あー、そう、ラグ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 、最初ね、ラグってちょっといない。シェリーかわいそう、いじめられる。でも俺はこいつが守ってくれると信じてる。あ、まだハイパーチャージ溜まってないんだ。いいよ、いいよ、いいよ、食べていいよ。行くね、行くね、それ残すところ。めっちゃ行くやん、めっちゃ行くやん。怖いんだけど、それ今俺かと思ったよ、一瞬俺のことやってたと思って、ちょっと怖かったよ今。危ないね、危ないね。マジでやめて、圧しかかけれない、圧しかかけれない、攻撃できない、攻撃できない、やめて。あ、危ないって、もうそれ圧を、お前さ、俺に攻撃が当たんないからって急にその仲間に頼みで。ルーかわいそう、ルーかわいそう、ルーかわいそう、ルーいじめんなよお前、かわいそうだよこれ。かわいそうだよ、ルーが。勝手にしてあげて、ルータイプ、ルータイプ。マジで終わらないと思った企画を奇跡で終わりました。いい、最後はお手の構われで死に込んだ。やった
もう800体ですね。800体を攻撃なしで勝つことができました。いやー嬉しい。これ皆さん逆に希望を与えたんじゃないですか。もう攻撃しなくてもバトローは勝てるっていう希望を与えられたとは自分は勝手に思ってます。ということで、まあ、そろそろ終わりにしていきたいと思います。これからもまあブロスター実況も上げていくし、まあ、それ以外のゲームもなんか希望あればやっていこうと思ってるんで、ぜひコメント欄でお待ちしております。ということで、もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメント待ってます。それではバイバイキン。動画見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバイ。